ゆかりゅうは、新末民発の政治家。新末の立憲派の有力指導者で、民発には暗記派の有力性格となった。字は、西部弟は、後に、湖南都督を務めた有名。1897年、公衆業古書院を卒業する。高書28年秋に巨人となった。1904年、更新化紳士となる。その後、 三世大学堂の国文教習に任命された。1906年、日本へ留学して、法政大学で法学を学んだ。また、この時期に、法政学交通社という団体の組織に参与している。1908年に帰国し、湖北省に戻って、司法自治準備の事務に携わり、市議局光る弁所3時に任命された。1909年、 市議局副議長に当選し、さらに第1回上会後に議長に選ばれた。以後、ゆかりゅうは立憲派として国会の早期開会を目指す。1910年8月に開かれた各省市議局連合会第1回会議で議長を務め、第3次国会開会請願を提出した。11月4日、新庁は1913年の国会開会に同意したが、 湯は満足できなかった。そこで、丹野部、カバノドの春羅とともに、翌年の開会を求め、第四次誓願を行う。しかし、誓願を行った代表に対して新朝は弾圧し、湯は失望して、湖北に帰った。1911年5月に、喜び親王の皇族内閣が成立すると、湯か流はこれを批判するために、 北京の革張市議局連合会第2回会議に参加した。さらに、革張市議局連合会は立憲君主制の設立を目指す権友会を組織し、ユはその中心人物となった。同年10月10日に発生した武将起義では、ユカリュウは当初非協力的であった。しかし、革命成功の機運が高まると、ユは、 実権掌握に動き、霊元広氏の下で政治部長など有力ポストを獲得した。革命派はこれに不満を持ち、結局、湯は、湖北省の権力争いで駆逐されてしまう。1912年、南京に中華民国臨時政府が成立すると、床流は、法政局副総裁に任命された。しかし湯は辞退し、 立憲派の要人たちと上海で共和建設討論会という組織を立ち上げた。さらに、日本に亡命していた、両慶長を領収とし、両の帰国を支援した。同年4月、優は臨時参議院副議長に選出された。同年5月、霊元広を理事長とする共和党に優香竜は幹事として参加した。その一方で、優は、 共和建設討論会を6つの政治団体と合併させて別に民主党を組織し、その幹事長に就任した。1913年1月、ユは衆議院議員として当選し、共和党、統一党、民主党の支持の下で議長に当選した。以後、ユカリは園政外を支持する政治姿勢をさらに鮮明にしていく。同年5月、 上記3党の合併により新法党が成立すると、湯は、理事となる。二次革命でも、湯は園を支持した。1914年5月、園が国会を解散すると、湯は、女性省内閣の教育総長兼学術委員長に、就任した。しかし1915年、園政外が、皇帝即位に動くと、床流はこれへの協力をボイコットする。 9月には病気と称して、天津に引きこもってしまった。さらに12月には、上海に向かい、繁栄活動に参加した。1916年3月19日、湯は伝文により、縁に体を促す。同年5月には、湖南将軍で、弟の夢が、繁栄独立を行った。同年6月6日の縁生外守護は、床流は、 団気図率いる暗記派の性格として活動する。8月に国会が再開されると、うは衆議院議長に復帰した。9月、国民党議員が憲法省、会を組織すると、うは両警視庁の指示の下で対抗組織である憲法研究会を立ち上げた。特に各省における小憲法制定の問題で憲法省、会と対立し、 ゆは証憲法制定について反対の立場を取った。1917年、弾気随による西原借款や対ドイツ戦線問題においても、ゆはこれを支持した。しかし、同年5月に弾が霊元広氏により罷免されると、ゆも議長を辞任した。同年7月に、長君が副壁に失敗し、弾気随が復権すると、湯か流は、 内務総長に任命された。同年11月、直霊派の台頭に伴い、段気随が再び国務総理を辞任する。短期間の大大将臨時内閣を経て、ユも辞任した。しかしこの後、ダンは、副審のジョ女ジソ総や、スフククラブの大ユトーラを信任し、ユを遠ざけるようになる。ユは失望して、外遊の旅に出ることになった。米国に向かう。 途上の東京滞在中には、井戸霊山に送られた七絶に寺院を持って答えている。1918年9月1日、訪問先のカナダビクトリアで、ユカリは国民党員により暗殺されてしまった。去年45、ありがとうございます。